仕切ると思うからエラ思考をどう使うか、ね、まずね、まずエラ思考やるときにエラ思考かけるぞってやってエラ思考やってもね、エラ思考やってもやめました。こうやってやっても多分相手はついてきちゃう。じゃあエラ思考かけるときに相手にどういう風に思わせるか、どういうドリブルをしてくるかっていうのを見せるかっていうのが大事ね。じゃあエラ思考って最初小指で触ってどっち行く、まあ、そのサッカーの試合中だったら今コーチ左サイドにいます。じゃあ最初小指で右ってことは左、そう中だよね、中右って中じゃん、こっちあっちにゴールがあるから、だから相手にこっからドリブルしてってこっからこういう風に入るって思わせればもしかしたらエラ思考抜けそうじゃん。エラ思考かけるぞっつってみんながエラ思考っていうのはここだけのエラ思考でも、コーチが言いたいのはもうこっからエラ思考ってこと、こっから相手をどう動かすか。まずじゃあこの状態からドリブルしてで、ケイトをちょっと左側にずらす、ね、そしたらケイトはこっちにも行かれたくないなって思うよね。でこっからドリブルしてきて中入ろうとしてエラ思考かけたら抜けそうじゃないって話。エラ思考をこういう風に使うと一番使えるよねっていう話。え、みんなが思ってさ、普通さエラ思考ってやってってさ、みんなエラ思考これだけだと思うじゃん。これだけじゃ抜けないから、ちゃんとその前のどういうドリブルがあったりとか相手にどう思わせるかっていうのが大事だから、まずこっから、ね、親指でドリブルして、ね、こっからこっから、ね、ここに中入ってやってる、この親指親指親指で、ここから小指で入ってくる振りしてエラ思考するって感じ。もう一回いくよ、こうやってドリブルしてってここからエラ思考、ああミス、もう一回ここからドリブルしてってエラ思考ってやってくる。あ、まず相手には縦行くぞって思わせるで動かすで、中に行く振りしてエラ思考ね、逆を取るって感じ。このイメージを持ってやりましょう。いいですか？はい、行きましょう。今日はこの何だろう、右利きの人は左サイド、左利きの人は右サイドで使えるフェイントを、ね、まず片手のコーンでは何個かします。1個目がここから中に行くエラ思考、なんと出ました、カゾルーレット。はい、今日みんなカゾルーレットできるようになりましょう。前回もやったけどカゾルーレットです。は、はい、みんな言ってください、せーの、カゾルーレット。はい、カゾルーレットです。カゾルーレットね、カゾルーレットどうやってやるかっていうと、はい、で、まず、ね、ソウスケあそこにいます、ソウスケあそこにいます、ソウスケあそこにいます。右利きの、はい、集中して、右利きの人はまたここからこういうドリブル、ね、このドリブル、このドリブルで、さっきやったのがここからエラ思考、ね、次、こっから一回縦にドリブルね、グッてドリブルします。チョンチョンで、相手でここからちょっとボールを自分から離す。そしたらそうする、このボールどうぞ。そう、今みたいに取り来るよね。ここで出したところをルーレット、普通のルーレットじゃないです、カゴルーレットです。ここから親指親指親指で、ここから一回ちょっと強くこう離す、だから離してここと、ここルーレット OK？ そうする、一回いいよ、こうやってドリブルしていく、で、ここから出して、ここでルーレットで、入って、何が一番大事かっていうと相手を、ね、自分の抜きたい方向の逆に動かすってことがやりたいの。例えば、こうちゃん右利きでルーレットこっち側に行くじゃん、だからこっち側に相手がいなくなってくれたら嬉しいんだよね。だから、まず相手をこっちに動かす、出す、動いた、で、ここでルーレットっていうイメージ、ね、で、カンタとかはね、カンタとかは一緒だよね、逆ルーレット抜けたい方向の逆に動かしたい、だから右利きでやる人は、あ、じゃあ右でルーレットしたい人は左に相手を動かす、左に抜ける人は右に相手を動かす、それを意識してやりましょう。いいですか？はい、誰が一番ルーレットかっこいいか選手権やります。俺だ、俺だ、俺、ただルーレットやっても相手はここで待ち構えてるからね、ルーレット行った先にね、相手はまた出てきちゃう。
行きたくない方向に動かす。自分が右に行きたいから相手を左に動かす、ね、絶対に相手無視しないから。でもしそれで動かなかったらそのまま立って行っちゃえばいいから。 OK？ だから入ってくっけ。相手はこの前ここにいるから、体勢よりなるべく遠くに動かす、ね、で動かし方は正直何でもいい、ぶっちゃけ。だから今はここから親指で出してルーレットしたけど、普通にシンプルにここから体勢のいないところにドリブルしていってこのルーレットでも問題ない、ね、要は、ね、何が言いたいかっていうと、相手を、ね、自分の行きたい方向と逆に動かしてからルーレットしてってこと。 OK？ だから一番やっちゃいけないのは、大勢そこいて、相手に向かってってルーレットしても、ね、体勢は絶対についてこれます、ね、だから相手のいない方向にドリブルして必ずルーレットしてください。いいですか？はい、はい、来ました。スタートからドリブルしてったら一回チョンって触る。そしたらコーンのあそこに、じゃあいいとさ、あっちごめん、あそこに相手がいるから、ここからチョンって触ったらまたいいで、こっち。これまずこれやる。おこちゃダンス、おこちゃダンス、おこちゃダンス、おこちゃダンス。いや、本当におこちゃっていう昔ナイジェリアの選手がいたのね。そうそうそう、 JJ おこちゃっていう、 JJ おこ。はい、みんな言って、はい、せーの、 JJ おこちゃ。そう、おこちゃって選手がいて、おこちゃが左サイドでこのフェイントめっちゃ使います。いくよ。やり方は、右利きの人は右足ロールするんだけど、その時に左足を前に出す。で、ロールしたら右足足ついて左足でまたぐ。で、右足こっちに持ってきて左の小指、ボール触る方の足は左足、またいだ足で触る。いくよ、もう一回、ドン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 。左利きの人は、左利きの人はまたぐ、右足またぐ、右足で、あ、間違えた、右足でまたぐ、右足の小指。もう一回いくよ、最後ゆっくり、ね、ちょんって触ったら相手のいないところにロールする。左足またぐ、こう。で、またぐときに中に行くのっていう風に意識してください。こっちの簡単に見せてね、ここからまたぐときに中に行くぞ。で、こっち、そう、それで糸はさっきちょっと中にグッて動いて、そんな感じです。はい、行きましょう。スタート。おこちゃダンスやってる人やるんだけど、できればこのタイミングでまたいでほしい。このタイミング、いくよ、ここから。あ、正解。どのタイミングわかった？またいで正解。転がした瞬間にこうまたぐ。こっからみんながやってるのはまたいで、でこうだと相手は準備できちゃう。だからもう相手にはこっからこのすぐまたぐ、ボール相手がこっちに動かされたってことは相手こっちに動くじゃん。ですぐまたいできたら、もしかしてこっち来るのかなって行くっていうこと。その瞬間にこっちをザーッと抜けば OK。 こんな感じだから、地面に足ついたらすぐまた来て触る、この速さ。はい、次世代の JJ おこちゃん、はい、やりましょう。違う、待って、今ケイトが次世代の JJ おこちゃんらしいから、はい、JJ おこちゃん、次世代の JJ おこちゃん、カモン、おこちゃん、おこちゃん、待って、俺 JJ おこちゃん、はい、じゃあ、はい、次世代の JJ おこちゃん、ジュニア、JJ おこちゃん、ジュニア、はい、ロール、待って、ああ、惜しい、もう一回、でさ、ロール、こっち、ロール、こっち、こっち側にロール、相手に向かっていって、はい、はい、どう、うまい。